始めます。OK。いた？皆さん、こんにちは。バニーのランチ時間が始まります。今日はスペシャルゲストとして、ユミンポさんに登場してもらってます。あとうちのスタッフのギノコちゃんも参加します。ここです。じゃあ、ユミンポ、ご紹介等お願いします。はい。じゃ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 ーん。じゃ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 すごいねすごい今日ランチタイム、あー嬉しいですすごいバニーのランチタイムわー今日は、そのゆうこさんとゆうこさんと見えてるきのこと見えてますバッチリですゆみんぽでバニーのランチタイムやります。お願いします。お願いします。ばばばばじゃあ私からゆうこさんの紹介を。バニーのランチタイムの説明をします。うんうん、じゃじゃん。よいしょ。すごい。はい。はい。バニーとは何ぞや。じゃん、バニーコールアートです。ちょっとフリップでかすぎたねバニーコールアートとは何でしょう。3択です。はい、3択だよ。はい、3択です。1、ちょっとエッチな夜のお店。うん、見えてる。1だね。あー、うさぎの絵が。おしゃれな靴下のブランド。見えてる。見てます。で3、そう、日本古来より日本最古のすごいアクリル絵の具屋さん。おお。はい、これミスさんどれ？正解はこの3。日本最古のアクリル絵の具屋さん、老舗のね、これ初代の、あれね。初代の人誰だろうバニーコールアートなんだけど、絵の具屋さんって今伝わったじゃん。うんうん、そうですね。私の出身地知ってる？静岡。違う。え、もし、え、キノコ知っとる？え、愛知ですか？あ、ピンポン。え、愛知どこにあるか知っとる？え、愛知がどこにあるか知っとる？え、わかりますよ、愛知。え、どこにある？チューブのトヨタがあるとこです。あ、すごい。あの、さっきゆうこさんが言った静岡県の左隣。ああ、右隣これ。左隣にあって、私豊橋出身なので、まあそうだそうだ、この辺でさっき言ったトヨタが、うん、この辺。分からんけど私もね、地図分かんないんだよね、うん。まあ、トヨタが有名なわけよ、愛知県は。うんうん、で、日本三大都市。トヨタの家系図をちょっと。ででん。あ、すごいね。トヨタの家系図が来ましたね。レクサスって知ってる？車でしょ？はい、車ですよね。アルフィード。アルファード、うん、フォードアルファードアルフォードじゃない。ハローラは知ってるでしょ。ハローラわかります、うん。全部実はトヨタの車です。そう、トヨタが親でちょっと名前分けしてこうなってます。トヨタの家系図が出てきましたね。で、じゃあ今度、はい、じゃじゃん、私の好きな車らしい。うんうん、嬉しいね。で、パオかわいいよね。で、フィガロとかあるじゃん。これは全部日産の車です。だから車っていっぱいあるけど、うん、日産もあるし、トヨタもある。いろんなところで、いやですね。バニコールアートとは何ぞやつなのよ。ああ。すごい。バニーコールアートで、すごい。
その老舗じゃんね。でそこから名前は出してて、イキテックス、イキテックス、あプライムが、スナザル、あスナザル持ってるんですね、すごい。そうだよ、ニュートン。ウィザードニュートン。うんうんうん。ウィザードニュートン。ってなってます。今伝わった？伝わった。伝わりました。これがトヨタだったとして、あのバニコラートが、日産もあるわけよ。でだけど私はこのバニーコールアートの中のしかもこのリキテックスをより多く使ってる、絵の具に変わりないの、みんな車なんだけど、みんな絵の具なんだけど、まあ、バニーコールアートが出してるリキテックスって絵の具を私は使ってますという家系図です。で私の好きな絵の具紹介していいですか？はい。何？何？あ、ほうほうほう。これは、これみんな見てんのかな、誰か。うん、ちょっと、ね、でもね、やっぱりね、今ね、私こう、画面を見ながら、うん、携帯でね、うん、やってんだけど、うんうんうんが、私たちの声に反応しちゃって、結構画面が切り替わっちゃうわ、やっぱり。固定にしてるんだけどな、こっちだと。だからこういう風に全力運にしていくね、うちら。私が動いてると、あ、そういうこと？いや、ユミンポが話してるとユミンポにスポットが当たる。だから私たちの子はうーんってやればいい。オッケー。はい。はい、で、なんだっけ。で、今日はちょっとこのデデンリキテックスプライム合ってる？合ってる合ってる。で特に好きなのが、あ、待って、慣れ初めから言っていい？うん、いいよ。そのなんでもそもそもこのバニーコールアートの会社のリキテックスさんにこうゲストで呼んでもらえたかっていうと、なんかコンペでね、コンペって何？こうみんなでこう動けばいいのか、みんなでこう絵を出してで審査してもらうみたいな時に。うん、3年連続賞をいただいたんだよね。でなんかすごい全体の1位になると海外に行けるみたいなやつだったけど、全体の1位は1回も取れんくて、でもなんかお客さんが選ぶ1位とか販売部門1位とかそういうので、まあ、1位をいただいたりしてて、で3年連続なんか賞をいただいてたので、なんかこうすごい賞が欲しいみたいな感じで頑張ってたけど、1位がね、海外に行ってみたいみたいなことで、だけど、うん、もうお客さんが選んでくれた1位でいいじゃんみたいに思えたり、本当の1位は審査員の人たちの投票なの、お客さんの関係なしに確か、うん、で、まあ、審査員の方からも1回もらえたけど、まあ、それは1位じゃなくて、で、まあ、じゃあもう次はもうそれは自信になったからなんか違うことしようって言って、うん、私は全国ツアーしてたんだけど、なんかこう、うん、こんな感じで空間を作って、でなんかこういろんなところにカフェとか回って、うん、でその間展示させてもらいながら在庫させてもらってってことをしてて、で当時なんかインターネット持ってなくてやってたんだけど、終わってからそのゆうこさんが展示のゆうこさんがね、このゆうこさんが展示終わったコンペが終わった後に名刺をくれて、いつでも連絡してみたいな感じで言ってくれたのかな、なんか、なんか名刺もらったみたいな感じで、でいつか絶対ちゃんと連絡しようみたいに思ってて、で全国ツアー終わった後ぐらいにちょっとそういうどういうことをやったかの写真とかを集めてレポートフォリオにして、ちょっとプルプルしながらそのバニーコールアートの会社に行ったのよ。ですいません、ゆうこさん、まあ、アポ取ってたね、ちゃんと、うん、アポ取って行って、で入ってって、だからなんかすごい気さくに迎えてくれて、で会社がすごい明るくて、なんか立ち上がるとなんかその壁がないのよ、バニーコールアートってね。で2人で喋って座ると壁になるんだけど、なんかみんなこうひょこって顔出しては、だから名刺、あ、ユミンポスさんでしかも呼んでくれて、で名刺置いてってくれるのよ。あ、なんかいい人たちだなみたいに思って、でそしたらなんかこう喋ってんだけど、なんか会議してる人たちが今日は天気がいいから屋上で会議するぞみたいに言って、
で、なんか行ってって帰ってきて手を使ったみたいな、屋上にあったのみたいな感じのこと言ってる人もいたりして、なんか私こうガチガチで行ったんだけど、ちょっとなんか雰囲気違う、なんか思って、でなんかすごい一生懸命なんかこうサポートしてくださいぐらいに言おうと思ってたら、なんかすごいなんかすごいなんかなんかいいこと言ってくれて、でその後もなんか私はそのさっき言ったね、愛知県のこっち隣の静岡に住んでたんだけど、浜松市に、で多い時は月に1回ぐらい優子さんにアポ取って、とにかく話を聞いてもらうっていうのが続いて、でなんかその渋谷のハンズで、うん、1階の広い外のところでライブペイントをさせてもらったの、うん、リキテックス主催の。でそしたらなんか音楽好きで、東京で音楽流しながら絵描いてって、なんか東京の人が東京で作った音楽じゃんね。でなんか、あ、自分も東京で絵描きたいなみたいな漠然と思って、でそういう相談もしてって、もう来ちゃいなよみたいな感じに言ってもらったりして、来ちゃったみたいな感じの慣れ初め。伝わった、うん、今、ね、うん、伝わった、うん、だからユミンポが、うん、あの時高梨さんだよね、高梨さん、そう、初めは高梨さんだった、うん、で高梨さんと渋谷でやって、それからなんかリキテックスはあそこでやろうみたいな感じの話がつながってるの今でも、うん、ユミンポのおかげで。初めて行った時は六本木の会場だった、うん、コンペ、うん、アートプライズね、リキテックスね。そうそうそう。でそんなこんなでなんかすごい、まあ、賞とか取ると絵の具もいっぱいもらえるから、まあ、高いのね、これとかは特に高いよね、うん、ちょっと他のより、うんうん、でもすごいやっぱり良くて、でこれをいっぱい使って描いたのが、ディ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 ン、やん、うちの甥っ子たち。でこの辺が多分これ でこれのいいところは、まあ、濃淡が水彩みたいにつけれて、でなんか本当水彩みたいに使えるから好き。でなんかその絵の具って混ぜ物があるけど、うん、なんかこの混ぜ物、そのアクリル絵の具だからアクリルが混ざってるじゃん、水彩はまあなんかが混ざってて、で日本画はもうその絵の具の素を自分で何かと混ぜて、だからその混ぜ物がすごい他のより綺麗だから、なんか本当にその感じがあって、でこいつ原画は今違う子に預かってもらってるんだけど、なんかその自分の甥っ子、それまで子供そんな好きでも嫌いでもなかったけど、なんか友達とか子供を産むようになって、あ、なんかいいなとか思い出して、なんかそれで自分の本当の妹が本当の甥っ子を産んだ時にちょっと、え、何これって思っちゃったの。なんかこうめちゃめちゃ可愛いじゃんこれみたいな。ゆうこさんもね、一個いるよね。いるいる、あ、前沖縄でね、あ、そう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 、ね、そう、ゆうこさんがね全国ツアーしてる時に、沖縄のタソカレコーヒーってコーヒー屋さんあるんだけど、そこにねファーって来て、みんなで一族で全員でね、そうそうそう、でゆうこさん去ってた後にね、あんまりゆうこさんとそのゆうぞうさん、店長さん喋ってなかったんだけど、ゆうこさん絶対いい人って言っててですよねみたいな感じで、そうだからその甥っ子が可愛いって思えるようになって、うん、でそうやってなんかいっぱい描いたのがこの甥っ子の森って個展でした。はい、の子がね来てくれたね、うん、はい、来てすごい良かったです。後ろにあるのも甥っ子の森って作品ですよね。で今日はこの甥っ子の森がさらに楽しめるように、うん、甥っ子の説明をしようと思います。なんかさっき家系図で説明したじゃない、リキテックスを、うんうん、こんな感じでちょっとうちの家系図をね、うん、説明しようと思います。でこちらリキテックスから出ました新色で作ってますね、贅沢な使い方ですよね。ね、昨日告知したけど発売は6月、あ、ごめんまだ発売じゃない、
ユミンポとかリキテックスのパートナーって言って、うん、なんからリキテックスのことをね広めるお手伝いしてくださってる作家さんたちに先行でお試しをお願いしてるっていうところだね。じゃじゃん、宿所タイム。うちの家系図、宿所タイムですね。これみんな宿所してくれてるのか。なんかね、ユミちゃん見てるよとかポッポッとかコメントいただいてるけど、どなたかがちょっとわかんないんだよね。あ、ありがとう。じゃあちょっと甥っ子の森を楽しむためにうちの家系図を説明します、うん、でれん、はい、見えてる文字とか見えてます。見えてるんだけどさ、その手に持ってるの何？あの、ね、マリさんからもらった鉛筆。すごいでかい。そう、なんか東京にも出てっちゃうって時にユミさんこれっつって渡されて、でずっとこう巻いて持ってたら、ここにいっぱい手紙が書いてあって、この巻物が、うん、で最近それが手紙だって気づいて、またそっとこう巻いといたけど、ね、そう。で、見えてる文字も。見えてます。これ見えてる、私ね、ポ、ユミンポ、でみーちゃん妹で、しんくん弟で、ここが8個差があります。うんうん、でみーちゃんが子供産んだのがたけるで、最近生まれたてのちーちゃんっていう姪っ子が、いやーできました、イエーイ。でなんかこの親同士が兄弟で、れいかちゃんっていうの、れいかちゃんもだから私からするとおばに当たるね。でれいかちゃんとジャムパンの子供がまいちゃんで、まいちゃんは私と1個しか違わなくて、まいちゃんの下にひかる、ひかるの下にあやっぺ、うん、で、まいちゃんとあやっぺの年の差は、まあ、12歳くらいだよと。だから、まいちゃんはもう子供が3人いるんだけど、一番下の娘、れいかちゃんのはまだ、あやっぺは18、19くらいだから、もうれいかちゃんはもう子供が1、2、3、5人、孫がいるんだけど、子育てもしてると。お分かりなさい。ゆみぽ、うん、浜松のゆうこりんと、まいちゃん、うん、無理だよって。無理だよ。まい、まい、まい、まいちゃんってこと。まいちゃんが何が無理って。コメントくれてる。あ、コメントくれてる。あ、コメント、コメント。嬉しい。浜松のゆうこりんとまいちゃんね。やった。じゃあ、ちょっと緊張してるんです。説明します。で、まいちゃんの子供が、雄大、大和、あかり。で、ひかるの子供が、こたむと、のんちゃんと。ここが女だらけ。で、こういう、だから、いつもおいっ子おいっ子って言ってるのはこの辺なんだけど、実際は多分おいっ子って言わないんだよね、この辺ね。そうだね。うんうん、で、これが、ででん、かわいいでしょう。雄大とヤマトです。私の個展に来てくれた時の雄大とヤマト。まだちっちゃい頃の。いいですね。ででん。で、ヤマト大きくなりました。ででん、イケメン。はい、ゆうくん、体柔らかくなりました。ででん、イケメン。見えてる？見えてる、見えてます。で、おいっ子の森だから、おいっ子と森行きたいなと思ってたの。ただね、まいちゃん家の実家、だかられいかちゃん家の前はもう森だったわけよ。森行こうっつったら、本当に森案内してくれて、おいっ子たちが。なんか嘘みたいな感じで、あ、なんか森、もう、おいっ子の森は勝手に私が作った言葉だったんだけど、もうすごいしっくりくるなと思って。ででん。で、こちらがさっきのれいかちゃんね。おばあちゃん。おばあちゃん祝うかい。で、孫がこんなにいるよと。うんうん、怒られるかな。いや、どうなのかな。まあ、見てないでしょう。で、うちの直属の甥っ子はちょっと NG だからあんまり見せれなくて、でん、かわいいでしょ、でも。うんうん、これがたけると言います。で、でんでん。そのさっきのたけるが、さっきの絵ね。で、これでね。うん、そうそう。あ、これがタケル。ちっちゃい。かわいい、そう、ちっちゃい。かわいいだよ。そんな短い足で正座するだよ。ね、でこれがちょっと、ででん。何してんかわかんないけど、タケルです。で、うん、まいちゃんの子供のあかりさん。女の子。で、やっぱなんか。この
まいちゃんの子供の一番上のゆうくんは、ゆうだいは絵がめっちゃうまいのよ。これ最高。見える？そう、見える見える、ね、巨匠、うん、でこのヤマトの方、このゆうくんの弟のヤマトの方は結構クレイジーで、うん、塗り絵もこんな感じなのよ、うん、そうそうそう、でなんかちょっと面白いなと思って、うん、でこれはそのヤマトです。ヤマトが芋をもぐもぐしながらぴょんぴょんしてる一瞬、うんうんうん、でこれはヤマトがアイスクリームを片手にぼーっとしてるとこ、うんうんうん、でこのアイスクリームはこのうちらいとこ同士みんな保育園が一緒なのね、だから幼なじみでもあって、うん、でなんかこのアイスクリームはすごい今でも売ってんのみたいなアイスクリームで、懐かしいやつ懐かしいやつね。でこれはゆうくんです。ゆうだいさっきの、うん、でこのゆうだいがさっきまいちゃんの子供の一番上で一番下のあかりさんが生まれたから、あかりさんの世話をするために粉ミルクとお湯を持ってお母さんの元にこうなんかこう運びなんちゃらしてる一瞬を描いたものです、うん、でこれはゆうくんの演奏会あ、かっこいい、大きいね、大きい、そうそう、でこれはゆうくんがピーターパンのピーターパンやった時のでこれはヒカルのところの子供ヒカ、うんうん、ちゃんの子供のコタムとのんちゃん、うんうん、びっくりなのがヒカルにそっくりなのよね、笑えるぐらい、2人ともででん、どうでしたかユミンポの配信は。まだまだまだ全然時間、あ、まだ全然だった、うんうん、でもそのそういう背景があっての甥っ子の森だったんだねっていうのが、うん、すごい分かりやすく説明していただいた、うん、ありがとう。あ、で、そうそうそう、ミンポさんの作品になることで甥っ子さんの一瞬が切り取られて、はい、うん、好きですね、ね、何探してんだろうね。ユミンポフレームアウトです。でもこういう配信初めてだね。全部こう、なんていうの、中身をユミンポが考えたっていうね。準備して。で、今なんか探してる。今の壁にも作品がいっぱいかけてあっていいです。そうなの、本当に。絵ってなんだろうね。何でしょう。何探してたの？もっと他にもね、このフリップをいっぱい書いてたやつをなくしました。うそ、ん、ちょっと探したら、なくなっちゃった？なくなっちゃったな。じゃあ、その浜松はね、はい、ヤマハが有名なんですよ、うん。で、ヤマハの家系図も書いてたわけよ、私は、うんうん。で、そのヤマハといえば、ヤマハ楽器。私が初めて賞を取ったのはこちら、うん、ででんででん、ちょっと分かりづらいね、見えてんのかな、これが私、見える？ちょっと見えないかな、見えないか、とにかくでっかいのよ、うん、ちっちゃく書いたやつをでっかくしてくれて、うん、で街中のショーウィンドウの壁になんかしてくれたのね、ヤマハさんが、うん、でそれがすごいなんか新聞社とかがカラーで載せるから、それでなんかインターネットやってない私もいろんなユミンポってものを知ってもらえるきっかけになったコンペです、うんうんうん、はい、どのくらいの大きさ、え、大きさどのくらいなの、それ。だいたい 3メートルくらい。あ、そうそうですね、うん、だよね、ユミンポそれくらいだったら、そうそうそう、写真見るとユミンポさんの頭のよりも深いですもんね、絵が、うん、大きかったね。倍くらいありそう。すごい大きい。で、夜はスポットライト当ててくれてたりとか、うんうん、そうそうそう。
で、そう、ユミンコの、どうやって質問しよう。デデン、ポグミがいるんですけど、いいね、うん、ポグミとは何ぞやっていうのをちょっと今日は説明しようと思います。うん、そうね、それこそちゃんと図で説明するのがいいんだけど、うん、カーストがあるじゃない。カースト制度。で、うん、ここがポグミです。ここがポグミ。はい、で、ユミンポがここです。うん、で、でも人数的に言うと、こうじゃん。あ、人数的に言うと、ここがユミンポじゃん。一人しかいない。で、ここがポグミ。でも、ポグミがこう、うん、こうあの、だから、あの、わかるわかった？今伝わった？いや、なんでポグミが何かを説明していい？いいよ。でれん。これは初めての個展、マイルーム、白の寝室と言います。でれれれん、これ写真でわかるかな？ここに丸い木のなんか板を作って、溝を作って、そこに水を張って、あの、成果をいっぱい浮かべて、うん、で、ここはベッドを作って、で、大人用ベッド、うん、大人用子供ベッドを作りました。で、うん、なんかこう、その、なんか、ひいおばあちゃんが死んじゃったり、なんか弟が生まれた時とかも、なんかベッドの上だったなと思って、始まりとか終わりはベッドのイメージがあったのと、うん、あと、始まりは白、で死ぬ時も白服みたいな、うん、なんかこう、白ってものにそういうものを感じて、じゃあ、初めての個展だから、ちょっと真っ白な何もないところに、とりあえず吐き出してみようみたいなイメージで、うん、マイルーム、白の寝室っていうのをやりました。はい、その毎回決まってるのは、まあ、この時はラルクのハニーって曲とか流したり、なんかその時の自分のイメージする曲をバーって流しつつ、で、その空間を作る。で、この部屋は別に白くないんだけど、うん、全部布とか貼って白くして、で、下は白く塗った新聞紙を引いて、で、パッと白い空間にした後に、この真ん中にこういう、そういう思いで作ったこうオブジェ。当時自分が使ってたベッドにこう下の部分ちょっと付け足したりこう横手すりつけたりして赤ちゃん用ベッドっぽくし、でメインの絵こちらデデン、これがだいたい2メートルくらいかな。でこれ I am a baby というタイトルです。なんかみんな結局は大人っぽく見えても子供なんだみたいなのが分かった瞬間があって、うんうん、そのちょうど二十歳になったぐらいの時で、なんかでも二十歳だからちゃんとしなきゃみたいに思ったんだけど、うん、あんまなんかちょっと、うん、みたいな感じで書いた感じ。そう。で、まあそんな感じで毎回もう4年間何年間かぐらいこうマイルームをテーマにして、その都度空間を作るってことをしてました。これはマイルームシリーズの木の食卓。黄色は楽しいな、うん、食卓も楽しいな、で、じゃあ黄色で食卓作ろうみたいな感じで、で、空間を、楽しい空間作って、真ん中に食卓っぽい机作って、奥にまた大きい絵を一個ドーンとメインの絵は作る。で、そんな感じのことをずっとやってて、うん、でこのさっき見てもらった写真はこの全部青木遥という写真家さんが撮ってくれてます、うん、で当時は私本当もう絵描くことしかしないから、うん、あれよ、写真がこれ遥さんが撮ってくれてるから残ってる作品として、うん、でもうここの作品集全部そうよ、はるかさんが撮っといてくれなかったら今見せることもできなくて、うん、そうだからこういう食卓やるときは陶芸品も作ってお皿とかも作ったりとか、うん、で次は赤の浴室って言って赤い空間作って、なんか愛みたいなのにしたいなと思ったから風呂場にして風呂桶とか作って、うん、で天井絵とか描いたりしてみて作った。これもさっき言ったあれね、青木遥さんが、うんうん、で彼女は私のプロフィール写真も撮ってくれてて、ユミンポってひらがなで打ってなんかこう、まあ、私のホームページなんなり出てくるんですけど、そしたらなんかプロフィールってやると私のプロフィール写真が出てきて、でその写真も彼女が
撮ってくれてます。で、そういうなんか私一人じゃあんなでっかい空間は作れない。で、かつ私はそんな昔は今より喋れなかったんですよ。人と。で、今でもそうだけど、あんまり文章読めないんですよ。なんかちょっと苦手で、新聞になっちゃう、全部。新聞だともう面になっちゃうから、あんま字が入ってこなくて、ああいう展示とかやるときって、絶対その、なんかこう、いろいろ決まり事とかあったり、で、申請出したりとかあるのを、自分は絵描きたいのに、なんでそんな全然関係ないことをやらなきゃいけないかが意味わかんなくて、無理だと思って、で、それを助けてほしいって言って、だから初めての個展をやった時にできたのが2007年に初めてできたのがポグミ、ユミンポの初めての個展と同時にポグミができた、うんうん、でそのポグミの子たちはそうやって一人マネージャーの子がいて、でマネージメントとかこう毎日私は制作してるからアトリエで、で1日2人ぐらいは手伝いに来てっていうような話をして、でスケジュールを組んでもらって、でなんかその都度私は絵描く、ここあと塗るだけとかいうのもあるんですよ。だからそういうのを塗っといてもらうとか、当日私はお客さんとすごい喋るから、まあ、こう記帳してもらうとか、そういうスタッフ系なこともしてもらってた、うん、でこれがちょっと昔のアトリエ でん見えます、うん、そうみんながこうなんかこう仕事終わりだったりバイト終わりだったりにこう寄ってくれていろいろ手伝ってくれる。この時の写真は芸祭ってあの村上隆の主催するあのコンペがあって、当時はそれが結構登竜門だったんです。でそれに出した時にまだその時浜松住んでたけど、ポグミの子たちがみんなついてきてくれて、でこういうことをしました。ででん見えるかな、うん、アオムシ、ユミンポって書いてあるね。なんかポグミと私の関係がビニールハウスで、なんかこう私は黙々とキャベツを食べながら絵を描いてるんですよっていうアオムシ でポグミの子たちはそれを飼育してる、ビニールハウスの中で。でなんかそのこいつがいつか大きくなって蝶々になったらいいなと思って飼育してくれてるんですよ。そういう私とポグミの関係をそのままライブパフォーマンスで表したやつで、なんかずっと絵描いてるから、なんかこの透明だったビニールハウスもだんだんこう見えなくなってさなぎっぽくなってくるんですね。でいつかこいつが蝶になったらみたいな感じのやつで、2日間だったかな、なんかとにかく2日間だよね多分。最後の方にもう嫌になって、なんか本当にずっと喋らず絵描いてるんですよ。音楽鳴ったら寝ちゃうみ、あ音楽が鳴ったら描く、止まったら寝ちゃう、その間ポグミの子はカセットをひっくり返したり水変えたり、あとトングでなぜか焼いた椎茸くれるんですよ、うん、なんかそのあの福岡の、うん、ポグミの子がいたから椎茸焼いてきましたっつって、うん、トングでくれてるわけよ。でもう嫌になって一回で逃げ出したの。でもみんなも逃げ出すこともちょっと想定してて網を持ってたのよ。で網を広げ出して捕まえるぞみたいになって、なんか逃げるかもしれんとは言ってたけど、用意周到だなと思ってでもさ、みんなどこに逃げるか分かんないじゃん。でもなんかもうはーってなっちゃってて、でなんかトイレかな、トイレでもぼーっとしてた。だよもうなんか白くなってたわけよ、その明日のジョーっぽく。したらなんかポグミの当時まだ高校生のなっちゃんが見つけたっつって見つけてくれて、あ見つけられるのって嬉しいもんだなとちょっと思って、逃げたはいいものの、もうはーっともなってるけど、なんかどうしていいのかも分からず、でなっちゃんが結構明るく見つけてくれて、なっちゃんもちっちゃかったんだけど高校生だし私でかいし、でなっちゃんに手を引かれてこのまた戻されて、でまた描き始めるっていうことをして、これが見事賞をもらいました。初めてその村上隆のそう、でこれ全国規模でもらった賞初めてだったから、しずと憧れてたその芸祭だったし、それでなんか浜松にいるんだけどちょっと自信がもらえた賞でした、うん、これね、この時みんながついてきてくれた子たち、ででん
ね、これがユミンポでみんな浜松から来てくれたり一瞬だけ来てくれて帰っちゃったりみたいな、うんうん、そう、そんな感じです、うん、ユミンポ、そんな、うん、なんかね今ね51分くらい、あ、じゃあもうさよならか。でも、まあ、意外と喋れなかったね。じゃあでもね、いっぱいユミンポのことは分かった、すごく。しかもそのポグミの子たちがユミンポをずっと支えてくれてたっていうのは何年も前から聞いてたから、うん、なんかそれもすごい分かった。そのカースト、うん、カースト分かりやすかったね。そうね。そう、なんかそれ、そのさっき言ったなっちゃんもそうなんだけど、作家さんなわけよ。もうその時は高校生で手伝ってくれてたけど、うん、なっちゃんにしかり、しおりちゃんにしかり、なんかポグミでこうやってくれてるけど、なんかポグミの子って紹介するのはちょっとなんか、なんとなく知らない人だとユミンポでポグミって言うとなんか古文みたいなイメージになっちゃうじゃん、うん、でなんかその子が作家なのにそういう説明はなんかちょっと嫌だなと思ってて、うん、でも実際はポグミに操られてるユミンポだから操られてはないか、うん、よくしてもポグミなかったら本当もう終わってるよ、うん、もう本当にポグミの皆さんと一緒にユミンポさんは作品を作り上げてるんですよね。作品を作り上げてんのかな、常識をね教えてくれるんだよポグミの皆さんは、ユミンポに。あ、そうかもしんない。いろいろとね、言われるのはすごくいい子だって、そのポグミの子たちが多分ザルで振るわれて残りに残った子たちがやっぱポグミやってるよね、その、ま、それは友達にも言えるけどあんましっかりしてないから、そのなんか例えば遠くで展示して搬出するときに名古屋友達が車出してくれたので、その荷物いっぱいその搬出の詰め込んで、でその子の家着いたら私寝ちゃって、ハッって起きたらもうその子が全部重たい荷物を出してくれてたの。ポグミでもない同級生ですよ私のなんかもうそんな子ばかりだから、まあ、その子たちにも今日出るよとは言ったけど、うん、そうそうそう、まあなんかラッキーよね。あ、で、うんうん、本当はね、さっきの3択クイズでね、当てれたらね、ユミンポのポストカードをね、プレゼントしようと思ったの。ででん。あんまり外れた。で、こんなね、そう、外れたからあげれないんだけど、ででん。ポストカードも、まあ、ネットでそのうち売るんで、うん、見てください。で、ででででん。裏も可愛いのよ。うんうん、ででん。この裏がこれみたいな、うん、でこの裏がこれみたいな、見えてます？見えてます。めっちゃ早いけど見えてる。でこちらデザインこの人です。デデン若い子。で大体この人がやってくれてます。うん、さっきのおいっ子の森の DM とかもそういうね。私絵描くことしかできんから、うん、でもその絵がなんかこうポイって置いてられるか、こうやってちゃんとしたデザイナーが作ってくれるかでちょっと見え方全然違うから、うん、でいつも頼む理由はなんか感覚がなんか近いというか、うん、好きなラジオがあって言うと、うん、まあ、ゆこも好きだったりする、うん、でその共通の好きなものの一個に、うん、どこ行っちゃったと思った。でも甥っ子のあの森の古典の DM CD ジャケット風ですごいおしゃれで、そうそうそう、それを今出したかったんだけどね、見当たらず、うん、そうそう、ででん、黄昏高子、うん、入江喜和さん、パチパチパチ、今はこのね、これもゆりや先生の赤いと今絶賛書いてて、でこれもね、お互い好きで。ユミンポちゃんって、イエーイ。ね、タデコさんの話もしたかったけど、ちょっとうまくできる自信がないので、ちょっと、これは、でもすごい爆笑するとか、そういうのじゃないんだけど、うん、なんか、あ、こういう作品があるんだっていうのはすごくて、それはまあ人に、言わないでいたりもして、したらなんかこのれいかちゃんがね、これうちに来た時に
読んだらすごい面白いっつってて、でこの主人公が50歳ぐらいのバツイチ子持ちなわけよ。なかなかないでしょその設定、そんな設定。まあバツイチでもないけど、まあ子持ちでライブも好きでちょこちょこ東京の私の家にも遊びに来てくれるわけよ。なんかちょっと重なる部分もあるのかな。でなんか感想を言われると、あ、それ私気づいてなかったなってこととかあるから、でなんか好きなものが同じだと嬉しいよね。なんかそのそうだからなんかいいなっていう一個で、これ何の話かっていうと、その桑田とさんと私の共通の趣味入江喜和さん、うん、で私装飾をやるもんだから、うん、ででんこれブライダルの装飾です。これこちらお写真、このさっきねどこやっちゃったフリップ青木はるかさんです。だいたいなんかいいなって、うん、なんていうの、うん、空間の写真は残してくれてたら青木はるかさんが撮ってくれてます。ででん、これはウェルカムライブペイント、みんながこうウェルカムドリンク飲んでる時に私にいろいろ言ってもらって、2人の思い出とかを、でその会場でずっと書き続けてる、で帰る頃には1枚のその日の思い出の絵になって完成する、うん、ででん、でででん、こんな感じです。でででん、でこれが作った装飾なんですけど、ちょっと夜っぽい雨っぽいのをイメージした空間になってます。うん、いろんな感じのブルーとかなんか質感の違うカーテンがあって、でも多分入ったすぐはカーテンって思わないよね、うん、でお嫁さんと旦那さんがこう来ます、うん、でででんででで ん, でででん書いてる。で傘を持ってきます。でででん、この傘も花で作った傘です。到着。そうすると、あれ、雨が止んだぞ。おお。ちゃちゃちゃ。わあ。虹が出たっていうシステム。システム。ででんっていう装飾をやらせてもらいました。でこれはまあなんかもうお嫁さんがそういうなんかプロポーズされた時にその景色があったから、そういうそれをちょっと結婚式場でも再現したいっていう、もう お嫁さんの頭の中に全てあって、それをちょっと作っただけなんだけど、すごい貴重な経験で、でカーテン開ける時にちょっと手伝ってって言われたので、うんうんうんっつって手伝いに行ったら、なんかサプライズでわざわざお花をくれたのね、そこに。ええと思って、そうそうありがたいやな。でこれはそうさっき言ったフリップなくしたんだけど、青木はるかさんが撮ってくれてて、でゼクシーに2ページぐらいにわたりこう写真掲載されてこうやってもらったやつです、はい、でなんか私黒が怖くて黒だけ持ってないの色を、うんうんうん、なのでそういうなんか結構結婚式場だったりウェルカムボード書かせてもらえるから楽しいなという今日この頃です。もう時間あれやね、そうだよ。だけど、うん、その結婚式の時のすんごい覚えてる、その当時。あ、本当に、うん、あでも写真ちゃんと残ってないけど、うん、その後もう2件以上はやらせてもらってて、やっぱどれも楽しいというか、みんな全然違うから、で面白いな、2人の馴れ初めから聞けれるし、なんか楽しいのよね。うん、でやっぱみんな全然違うことを考えてて、まあでも大体みんなはなぜ結婚式をするかっていうと、もう感謝の気持ちをみんなに伝えたいみたいなのが大体共通してて、でそれを、まあ、なんか私が形にすればいいのかみたいなのがあって、なんかそれは自分がさっきみたいに甥っ子の森とか言って自由に書くのとはまた違って、その人たちのために、その人たちはもうあるんだけど思いが、でもそれを形には多分できないから、でもその思いを自分がこう形にできるんだっていうのはすごい楽しい、うん、うん、なんか好きに勝手書くとかじゃなくて、その人たちの代わりに自分が書けれるっていうのは
すごい楽しいからいいなっていうお仕事です。ミンポさんの、何？ユミンポさんの絵って見てるとすごい幸せな気分になるので、結婚式にぴったりですよね。一生の幸せな思い出ですよね。やりあ、でもすごいそれで頼んでもらえて、本当みんな違って、なんか本当最近はなんか4人家族っていうか4家族 で旦那さんはわかるじゃない、でハリネズミとデメキンだったのよ。なんかファンタジーかと思って、なんか本人たちもちょっとファンタジーな感じで、でもなんかそれ、なんかしかもその方はすごくて、なんかあ、こういう人もいるんだっていう、なんかこう、東京出てきてよかったなっていう出会いの一個かな。もうそろそろ締めなんですけど、はい、ユミンポに今回出ていただいたのって、うん、そのアーティストの形の表現の仕方とか、ご活躍されてる場所とかって本当それぞれで、でユミンポは絵も描くし、お仕事として空間も作るし、装飾もやるしとか、本当今ね、いろんな人たちとこのバニコラとは関わらせてもらってるから、それに対してる感謝を伝えるために、今日キノコにもね出てもらってるのは、キノコもユミンポのことが大好きだから。え、キノコ好きかな、伝えていい、いつも個展楽しみにしてます。あ、嬉しい。あのね、でもその一個言われたのが、その浜松でお世話になってる人にこうリキテックスさんの話をするじゃない、バニーコールアートの話を、そうやっていろんな色を楽しく使わせてもらってるって、それはユミンポは嬉しいことで、それ嬉しいってことは絶対リキテックスさんになんかお返しをしなきゃいけないよねみたいなことを言われてたのね、うん、なんかで、それはすごい、なんか自分はちょっと、あ、これでいっぱい絵が描けれるっていう、なんかちょっと頑張ろうっていうような風に考えちゃってたけど、それもいいんだけど、かつそうやってしてもらってるんだから、何かそうお礼はを しなきゃっていうのを考えなきゃだよっていうのは、ちょっとなんかこうありがたいと思ってたんだけど、そのバニーさん自体を、あ、でもすごいそうだなと思って、なんか私こそがなんかします。いや、もう今と、もしくは、まあ、今以上でもいいんだけど、絵を描き続けてくれて、リキテックスの好きな色がもっと増えていってくれたら嬉しいなと思います。増えてる。一番初めに買ったリキテックスの話したっけ、ででん、これです。リッチゴールド、うん、あ、そうだね、リッチゴールド、うん、それまでは絵の具といったら、まあ、その欲しい色の安いやつ買っちゃってたんだけど、まあ、リキテックスはちょっと高級品ってイメージがあって、私はあんま買わなかったの。でも学生時代に友達が展示をしてて、でそれがすごいゴールドがいっぱい使われた金魚だった、金魚にはゴールド入ってなかった、なんかすごい綺麗だったのね、色自体が。で、何なのそれって聞いたら、これだって出してくれて、で初めてそれで意識してメーカー選んで買ったのがこれだったの。でそのだから、なんか結構私ゴールドそもそも好きだから、ここぞという時はこれを使ってて、でこれ私特注でなんかその一斗缶じゃないけど、こんぐらいの作ってもらったよ、リキテックスさんに、こういうやついっぱい持ってて、でだからそのリキテックスのコンペ出る時もすごかったのね、この会社かみたいな。けど実際蓋を開けたら、スタッフの人が行くたびにこう名指しで、コンペの時とかも2回目だからか、ユミンポさんこんにちはって話しかけてくれる雰囲気がすごいあって、なんかいいなと思って、で審査もパッて見て終わるんじゃなくて、結構審査員の人がそこにある作品もそうだけど、作品集もどういう思いで今まで作っててっていうのを見てくれるコンペだったから、それで賞をもらえたのはすごい嬉しくて、そう今なんかこうふわっと普通にこれをこんな高級なもの使わせてもらってんだけど、うん、大事にします。ちょっといいね。もうそれ締めだね。締め。なんかね、今それでちゃんと何か言わなきゃいけないことを思い出したんだけど、うん、
大丈夫です。これユミンポに久しぶりに会えたなって思ってくれてる方がファンの方がいっぱいいたらいいね。あ、そうですね。私も会いたいです。だからちょっと今はね、なかなか直接お会いすることは難しいけど、これがねちょっと落ち着いてきたら。そうね、あ、そうそう、今回そうそうそう、このやるよって連絡するじゃない、みんなに。でなんかその今までちょっと自粛しちゃってたから、連絡するのも勇気いってたけど、でもそんなこうたね、ゲストに出させてもらえる機会なんてないからさ、でバーってみんなに送ったのよ。さあみんなもさ、なんかあ、みんなも元気でいるとか、みんなの近況が、元気じゃない人いたのよ。その高校の先生がさ、ヒロジーって言うんだけど、なんかちょっと漢字難しくて読めなかったけど、脳腫瘍なんかなんだか取って、なんかみたいな言ってて、それ大丈夫かんと思って、ちょっとまだちょっと落ち着いてからメール返そうって思ってんだけど、そう、でもなんかそういう、こういうきっかけで、今、本当にさ、もうずっと浜松でお世話になってた春っていうバイト先があるんだけど、今は多分営業なんか難しいじゃない。でどうしてるか聞きたいけど、でも聞いたとて私何もしてあげれないし、自分も今なんかこうずっと本当今まで人に会わずに絵描いてたから、さらにこう今本当に人に会ってないから、なんか、うん、でもなんかね、友達とか元気とか聞いてくれると嬉しいから、まあ、元気ですかぐらいちょっとお手紙書いてみようかな。うん、ユミンポは、言葉も手紙も可愛いと思うし、で絵を描くことができるし、やっぱアーティストだから元気に、まあ元気じゃないときは元気なふりをする必要はないんだけど、発信し続けた方がいいね。インスタでもさ、SNS でも何でも、私は絵を描いて生きてますっていうのを、それにコメントをね、見てる人のタイミングだと思うんだけど、今日はコメントできたけど昨日はできなかったっていう人もいるかもしれないけど、ユミンポが発信してくれることで元気をもらってる人もいっぱいいると思うから。あ、なんか昨日そうやってずっと私フリップ職人やってたんですよ、うん、延々フリップ作ってたの。そのフリップ作りながらちょっと動画をちょっとインスタで撮ってみたの、うん、でそのまま配信したのかな。そしたら4人ぐらい見てて、うん、でなんか見てますとか言われただよ、うん、で声聞こえてんの、聞こえてますみたいな。でなんか今そういう風に言ってくれたけど、なんか楽しいんだなって思った、そのやると自分もね会えてる感じが。ただなんかあんまやりすぎてるとちょっとなんか自分の中のなんていうの、こうナルシストが芽生えちゃうかもしれんもんで、あんまやりたくないけど、なんかあんまちょうどいい感じに、なんかそういうのもなんか自分がそれやると楽しいから、それを楽しいと思ってくれてる人がいると望んでやるだな。だね、よし、約1時間ごめんなさい、延長しちゃった、うんうん、じゃあきのこさんが締めます。はい、今日はきのこさんに来ていただきました。もう楽しい楽しい、配信でこちらもその今の気持ちがすごいハッピーです。ハッピーです。これね、やっぱ二人はあれよね、英語で外資系だからちょいちょい英語を挟むよね、うん、ハッピーです。皆さんに楽しんでいただけたらこちらも嬉しいです。はい、お部屋の隅からありがとうございました。皆さん楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。こちらこそ機会をありがとうございました。では終了ね。はい、どいいよ、じゃあ私が終了。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。